今も目を閉じればあの日のことが思い浮かぶ。8人が一つになったあの瞬間、あの時のことを。4月29日、この日私たちはライブに向けてのダンスリハーサルを行っていた。今回のライブはドリーム8人にとって初めての挑戦ばかり。今までにやったことがないほど多くの楽曲を歌う。それぞれがこれまでの経験を振り絞って頑張っている。この時の状況をカナはこう言っていた。それぞれ間違えるけど、普段間違えなかったところがちょっと間違えたりとかしてて、ほとんどなんかそんなミスとかは、大きなミスとかはそれぞれなくて、うん、順調ですね。そう、カナの言う通り、不思議なくらい順調だった。ダラダラ見ないで。ゆうちゃんおはよう。休憩中にふざけ合ったりして、みんな笑顔。でも、この笑顔がこの日までということを、この時、誰もが思いもしなかった。個人でしっかりと仕事しなさい。そこに甘えは許されない。はいって言ったから、僕らプロとしては、はいって言ってくれたらやってくれると思って任せるから、はいって言う前に、本当にはいでいいの。ただ思って。8人の顔から、笑顔が消えた。自分に厳しくちゃんと仕事をするみたいな俳優として。俳優として。そう、初めての挑戦。ミュージカルドリーム8人が演技をする。内容は生きるということをテーマにした恋愛ストーリー。本当にできるのだろうか。ポツンと歩いてきてふっと立ち止まる。信じらんない。やっぱ信じらんない。稽古が始まった。人生の目的とか、自分がダメになるからって、プロの写真家になるには大阪の人4人ぐらいいる。大阪の人1、2、3、4。東京弁に慣れてる。どう？東京弁っていうか標準語。セリフが大阪弁で歌が標準語だとちょっと変かなっていうところになるよね。だからできるだけ標準語でやってみよう。みんなセリフを読むことだけで精一杯だった。生きるというテーマを表現することなんて全く考えられない。さらに重大なことが8人に知らされる。多分これぐらいを普通に作ると2週間、3週間ぐらいかな。それを今10日ぐらいで作ろうとしてるんで、みんなは倍頑張んない。だからセリフを覚えて、はい、とにかく覚えて、明日から全部喋れるようにぐらい。はい、はい、いや、それぐらいの方がね、要するにセリフを覚えて気持ちを切っていかないと難しいんだよな。倍のスピードで進行するミュージカル稽古。焦り、戸惑い、みんなの頭の中はこれでいっぱい。でも何かすごいペースがすごいどんどん速くて、結構戸惑ったりとかするんですけど、でも やってみせたいなと思います。はい、そう、必ずやってみせる。8人が選んだことなんだから。次の日、みんなの手元から台本が消えた。そう、みんな家でセリフを夜遅くまで覚えていたんだよね。
演技というものはどういうものかっていうのを非常にいろんな人に個々に下がるんだけど、僕がやろうとしてるのは基本的に心が伝わればいいから。そう、人に何かを伝えるには心を込めて。この言葉を胸に本番への思いが加速していった。もう1週間前なんで張り切っていきたいと思います。マジもう終わった OK、 いいじゃん。それでどんどん自分の話していく。じゃあいいじゃん、いいじゃん、いいか。みんな演技に対する気持ちが強くなっていった。しかしこの日ついに問題発生。今思い出しても本当に最悪な一日だった。久保海斗かな。久保海斗？マジ？ケーケー信じらんない。ケーケー出んじゃんこれ、出んじゃん、全然出るじゃん。そうか、確かに出るすごい助かる。リさんもうちょっと頑張って、盛り下がっちゃう全体に。じゃあ頑張って、はい、次頑張ってよ。はい。リサ、声の小ささを指摘される。その時に全然気にするリサ。あやを食べる違う人。芝居楽しいんだろ。違う、楽しいんだね。はい、声の声をちょっと大きくしてくれって言ってるだけ。そうそう、あと何の問題もない。大丈夫、リサでかい声出るって。決めつけようよ。11です。リサ涙が止まらない。なんか自分が思う通りにうまくできない。悔しい悔しい。いつもおとなしくて可愛いリサ、そんなリサが流した悔し涙。でもその涙は演技への情熱が強くなっている証拠だよ。頑張れ。そして久しぶりのダンスリハーサル。本番同様のマイク、ヘッドセットをつけてのリハーサルとなった。はい、出ます。絶対本番ちゃんとするから、髪髪の毛とかも。今日は車内は3分、初めてだし。出てない子もっとおったの。泣いているのは、あの元気なあや、うん、涙の原因はヘッドセット。あやだけヘッドセットが頭に合わない。ダンス中に外れてしまい気になって踊れない。ヘッドセットの調整が簡単にできないことはあやも知っているはず。でもこの時あやは焦っていた。本番までの時間が刻々と迫っていたから。そしてあ、どうした？まずいじゃん。なんか治ったと思ってもこう出しちゃうから、うん、だから治んなくて。こんな時に風邪、ほんとどうしようもない。リハーサルは続く。8人それぞれの心にある不安が見え隠れした一日だった。さらにこの時さやかにも異変が起きていたことを誰も気づきもしなかった。ちょっと前からちょっと喉がおかしくて、昨日ぐらいからちょっと良くなったんですけど、こうやっぱなんかずっとこう休めないから、こうやっぱリハーサルとかでも歌っちゃったりとかするんで、なんかそれでまたこうかすれちゃって、うん、なんかねちょっとね悔しいですね。もうどうしよう、もう本当に。なんか本番まであとわずか、多くの不安を抱えてしまった。5月8日雨。はい、一番前の方まで、どうぞ。わあ、すごい、でっかい、怖い。4階が高いですね。初めてのセットを目の当たりにした8人。しかし
この高さには私も本当びっくりした。なんか今までは全然段とかなくて普通にスタジオだったから、距離とか階段とかがまだ初めてなんで緊張ですね。リハーサルが始まった。みんな一歩一歩ステージを確かめ感覚をつかんでいく。そして問題のアヤのヘッドセットは完璧に、声がちゃんと聞こえてくる。よかったね。しかし痛い。大丈夫？大丈夫。今日帰ったら湿布貼っといて。はい、うん、湿布湿布だい。え、湿布だい。なんかいつも帰ったな、うん、お店が閉まっちゃう。そうだよね。さやかにトラブル発生。3日前から足に痛みが出ていたという。みんなに心配をかけたくない、その気持ちから痛みを我慢して練習していた。このままテーピングで痛みを抑え本番に挑むことになってしまった。よろしければ。はい、どうぞ。ありがとうございます。なんかムカつく。世界中で。そしてミュージカルのリハーサルは最終段階。みんな心から気持ちを込めてセリフを読めるようになった。ミュージカルのテーマ、生きるということも理解して演じている。演技に対する注意もほとんどなくなり 100% のものへと近づいていった。大丈夫そう。もう大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫。こう自分に言い聞かせながら最終リハーサルへ挑んだ。あのさ、本当にさ、何があっても魂入れてやってね。はい。気持ちを大切にしてやってください。はい。はい、ではよろしくお願いします。それぞれのご覧中にスタンバイしてください。そして最後のリハーサルが始まった。これで本当に最後。靴が脱げたのはアヤ。本番ではやらないでよ。ライブとミュージカル、この2つをやり遂げるためこの1ヶ月間頑張ってきた。特に演技は初めてだったから最初は本当に戸惑った。でもそれぞれが一歩一歩前へ前へと練習を積み重ね、ドリームの新しい姿を見せるためここまでやってきた。みんな本当に精一杯頑張ったと思う。本当に。はい、では本当に、明日が本番になります。最後の投資でした。明日頑張って楽しいコンサートにしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。脱げちゃった日も頑張る。明日は大丈夫。今日はちょっと喉を温めてゆっくり寝て明日に備えて、もう自分を信じて頑張ります。初めて全部通して、なんか頭がパニックになった。頑張らなくちゃいけないです。明日になったらやっぱりお客さんも入ってすごいテンションも上がると思うし、やっぱり間違っても悔いのないようにやりたい。なんかミュージカルとか初めてだからどういう反応してくれるのかなっていう。そのなんか演技とか歌とかここまでほぼできてないから、ここまでやったからまあ明日はやってやろうじゃないかみたいな感じです。結構不安な部分もあるんですけど、でも8人で初めてのこういうライブだし楽しもうっていう気持ちの方がいっぱいで、今はなんかそういう楽しみの方がいっぱいですね。明日頑張ります。
1ヶ月にわたるリハーサルの成果を出す日はついに明日から。ドリームの新しい姿を見せる、そう胸に誓いこの日を終えた。ライブ初日、この日カナはこう日記をつけていた。5月10日ライブ初日、リハーサルから8人とも気合い入りまくりです。本番が近づくたびに冷静だった自分がすごく緊張してきてバクバクでした。そして本番、めっちゃやばかったけど、お客さんの一人一人の顔を見たら緊張がほぐれて自然に心から笑顔になれた。明日で終わるのが寂しい。 PS 1ヶ月間頑張って練習してきた成果をぶつけてやる。よかった、よく落ち着いて、なかなかねできるもんじゃない。明日も頑張ろうね。はい、はい、よろしくお願いします。とりあえず今日はすごいうまくいったなって。初日にしては本当になんか8人で力を合わせてこう全部出し切ることができたなと思うんですけど、明日はもっと上を目指して、その次はもっともっと上を目指して、これで終わるんじゃなくてもっともっと高めて頑張っていきます。ついに迎えた最終日。大丈夫です、頑張ります。今日で本当に最後。1ヶ月やってきた成果を見せる、ドリームの新しい姿をこの場所で。最後ですね、なんかあっという間です。昨日始まったと思ったらもう終わりです。やっぱり最高の思い出にしたいですね。今まで1ヶ月間ずっと練習してきて、なんか辛いこととかもあったけど、それを乗り越えれたご褒美に今日はいっぱい楽しみたいと思います。本当に悔いの残らないように、もう一言一言大切にして、歌も本当にその世界に入ってやりたいな。皆さんとかにもドリームのファンでよかったなって思ってもらえるようなライブにしたいです。1ヶ月こう頑張ってきて、もう本当悔いの残らないように今日全部力を振り絞って、最後は倒れるくらいの勢いで頑張ります。今まで1ヶ月休みなく長い時間練習してきた、8人でやってきたものを最大限に出せるようにやりたいと思います。1日目がすごいうまくいったんで、それが自信になって、もっともっとっていう感覚が自分の中にあったから、すごいいい公演になると思うし、自分もしたいと思います。1ヶ月間頑張ってきた、ことをですね、今日の最終ライブで全て出し切って、最後は8人で終われたらいいと思います。8人が通ってきたこの1ヶ月、一言では言い表せないほど本当いろんなことがあった。そして今その全てをぶつけるステージへと向かう、その時が来た。お願いします。
ど、本当に先ほど言ったけど1ヶ月間頑張ってきたこう苦労とかそういう感情なものが全部今日で出し切ってしまうように、お互い悔いのないように、はい、そして、はい、さっきもしつこいですがお互い本当に意識し合って、はい、最後のライブを成功させましょう、はい、せー